てきましたよ。何が来たのだ？アマゾンびっくりマン、第3弾をやっていこうじゃないの。おお、やるのか？やります。それでは行ってみましょうか。何があるんだ、他に？まずはこちらです。ホロライブマン。これつい最近出てたやつだな。そうね、ローソン限定のやつね。これが今このお値段になってます。マジか。これだけ払うのならヤフオクやメルカリでフルコン買った方が安く済む。なぜこんなアホみたいな値段つけるのだ。知りません。続いてはこちらです。刀剣乱舞マン。この前は2やってたな。これは1ですね。これもファミマ限定だったらしい。そうなのか。そしてこちらはこのお値段。なぜに値段を高くするのだろうな。それは儲けたいからでしょ。なるほどな。続いてはこちら、獣フレンズマン。かわいいな。これはファミマとサークル系サンクス先行販売だったらしい。先行販売ってなんだ。おそらく他の店よりも早く販売できるということじゃないの。だけどそれは迷惑よね。どのお店でも売ればいいのにさ。未熟な連中だな。そしてお値段はこちら。ひどいな。この前ヤフオクでフルコンプが2000円ぐらいで売ってたから、シールだけ欲しい人はそっちで買った方がいいわよ。お菓子だって賞味期限切れてるだろうに。続いてこちら、にっくりマン。こんな漫画知らん。かなり昔の漫画らしいよ。そうなのか。これを見てもわかる通り、ロッテはおっさん向けに商品作ってるのよ。子供向けじゃないよね。なるほどな。とにかく値段はこちら。すごいとしか言いようがないな。当然だけど賞味期限は切れている。普通は値下げすべきだと思うけどな。そして最後はこちら、北斗のマン。これも昔の漫画ね。昔の漫画好きだな。しかもこれはトリックがあるという。どんな？これを見てよ。もう開封済みではないか。にもかかわらずこのお値段。消費者をバカにしてんのか。これは一生誰も買わないと思うな。普通に開けてシール売った方がいいのではないか。そうね、安ければ買ってもいいわよ。というわけでアマゾンびっくりマン第3弾でした。また何か見つけたら第4弾をやるかもしれません。その時にはまたお会いしましょう。さようなら。また会おうぞ。